さんこんにちは、山根幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材についての動画、そしてメイキングなどを公開しています。今回は簡単にできる水彩の7つの塗り方を紹介します。過去に歯ブラシや金網を使ったスパッタリングとか、インクやテープを使ったマスキングなどを取り上げてきましたが、今回お見せする塗り方はすべて筆や絵の具、パレットや紙といった基本的な水彩の画材があればできます。何か特別な道具を用意する必要はありません。筆の使い方次第で様々な水彩の表情を楽しむことができます。初心者の方が水彩絵の具に慣れていくための練習としても最適だと思います。私が使用している画材の詳細などは動画の説明欄をご覧ください。それではどうぞ。そしてはまず一つ目の塗り方、最初の塗り方はね、とっても簡単です。好きな色を取っていただいて、この色がついた水をたっぷり作って、で筆の奥までしっかりと入れ込んで塗るイメージです。透明水彩の基本的な塗り方になります。2つ目の塗り方は、画面を何の色もついていない綺麗な水で濡らして、でしばらく経ってから色を塗ります。この紙の表面に水たまりがなく程よく湿っている状態で絵の具を塗ると、ふわっと色がにじんでいきます。紙の湿り気が多いと色が遠くまで綺麗に広がりやすいです。どんな様子になるかっていうのは使う紙によっても変わってきます。そして3つ目の塗り方、水たっぷりでしっかりと色を溶いて塗ります。でこの塗った色が乾かないうちに違う色を溶いて、で色を足します。コツはたっぷりの水を使ってケチらずに絵の具を溶くことです。そして4つ目の塗り方、まず結構色を濃いめに溶きます。そして輪郭線を縁取ります。でこの線を水だけを含ませた筆でなぞってぼかしていきます。次の塗り方は重ね塗りです。水彩で重ね塗りを活かしたいときは、この一度塗った色が完全に乾いてから色を重ねるようにするといいです。3つ目は、一番最初の塗り方と同じようにたっぷりの色水を作って塗っていきます。そしたらこの縁の色が乾きかけ、あるいは乾いた後でも構わないんですが、また綺麗な水だけで濡らした筆でこの色の境界線をなぞってぼかしていきます。ちょっと色をぼかして柔らかい印象にしたいときに使える方法です。そして最後7つ目の塗り方は、またたっぷりの水で絵の具を溶きまして、でこの塗った色が乾いていないうちに色のついていない綺麗な水で水だけを落としていきます。3番目の塗り方では絵の具を後から塗り足しましたけれども、この塗り方は水だけを足していきます。はい、ということで今回は筆と絵の具があればできる水彩の塗り方7種類ご紹介しました。結構塗り方を工夫するだけでいろんな表現ができます。この塗り方知ってるよっていうものもあれば、あ、そんな方法があったんだっていう塗り方もあったかもしれません。皆さんもいろんな塗り方試してみてくださいね。今回の動画良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。